ロシア政府、日本を挑発、北方領土で。3日にロシアの外務省の報道官が記者会見にて、日本の外務省の欧州局長が国会にて、ロシアが北方領土を占領したと発言したことに対して、次のような発言をしてしまいました。日本の外交官の発言に秘められた報復主義を指摘したい。我々は日本の政界で特定の勢力が ロシアに領土を引き渡すよう求めていることを念頭に置いている証拠とみなしている。このやり方は永久に忘れることを進めたいとなってしまっておりまして、まあ、そもそも北方領土は日本の領土であり、ロシアの領土ではございません。現状、ロシア政府はウクライナに対して侵略戦争を行っておりますが、日本もま残念ながらこういった侵略戦争を行っている国の隣国であり、 ウクライナと同じようににロシアに北方領土が侵略されててしままっております。このようなならず間の国家の脅威は取り除くしかありませんので、日本政府にはロシアに対してあらゆる手段で制裁措置を講じていただき、また、ウクライナの支援やまた北方領土の奪還に向け自衛隊の部隊を集結させるなどして、ロシアに対して 全面的に対決する姿勢を行動で示していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。